本日は2022 J リーグ YBC ルヴァンカップグループステージ第1節大分トリニータ対鹿島アントラーズにお越しいただきありがとうございます。鹿島アントラーズサポーターの皆さん、ようこそ温泉県大分へ。試合は熱く、大分の温泉も熱く、皆さんを歓迎いたします。コロナ禍での応援のご対応よろしくお願いします。それでは鹿島アントラーズスターティングメンバーの発表です。ゴールキーパー38沖裕也、ディフェンダー根本慶吾、ディフェンダー15上野、ディフェンダー6三沢健人、ディフェンダー11和泉雄二、ミッドフィルダー21ディエゴ・ビクタ、ミッドフィルダー35中村良太郎、ミッドフィルダー10ミッドフィルダー33中間隼人、フォワード17アルトゥール大輝、フォワード19ソベノ美希、続いて控えの選手です。ゴールキーパー29早川智樹、ディフェンダー2安西幸輝、ディフェンダー16小田、ミッドフィルダー8、土井翔馬、ミッドフィルダー14、樋口優太、フォワード18、上田綺世、フォワード40、鈴木優馬、監督はレネ・ミ